おはようございます。今からね、沖縄と北海道行くんですよ。7時40分発の那覇行きね。まだ行列は続いてるみたいだから、慌てて行かなくても大丈夫そうですけど、皆様ご案内してますって言ってんな。行った方がいいかな。詳しいことは沖縄着いてから話しますか。ヒカキンさんの真似してんですね、要はね。いや、真似するつもりはないんだけど、あんだけ偉大な人がやっちゃうとね、もう何をやっても真似になっちゃうんですよ。やっぱりネタっていうのは誰よりもいち早く見つけて、いち早く使わなければならないものだということを実感します。誰も乗ってませんけどね。いや、誰も乗ってないことはない。乗ってるはいるんだけど。もうこの通りの開き方ですからね。これだったらね、座席をこう離陸したら全部こう上げてしまって、で横になって寝てくるじゃないですか。まあ、国際線でできるんで、一応声はかけて聞いてからにしますけど、国内線でも寝てくるんじゃないですか。沖縄まで2時間半ぐらい飛びますんでね、ちょっと長いですからね。こういう飛行機に乗る時のコツなんですけど、飲み物を配り始めますんで、そしたらもらったらすぐに飲むと、もう1回その飲み物を配っている方が前を通りがかるんですね。その時に完全に飲み干していれば、いかがですかというふうに言われますので、もう1杯もらえるわけですよ。これが別に1杯しかもらえないという決まりはないんで、こっちからお願いしてもおかわりは何杯でも多分もらえると思うんですが、ただ自分でおかわりお願いしますと言いに行くのはちょっとありがたいものです。だから配られたらね、すぐに飲んでしまうことをお勧めしますよ。普通の人の倍飲めますから。今回の動画はね、やっぱりヒカキンさんとか、それから水溜りボンドもやってたから、他にもいろんな人がやっていると思うんですが、1日で沖縄と北海道に行くなんていうことは、まあもうできるということは広く知られておりまして、それを旅行系 YouTuber というんでしょうかね、その私がどれだけまた自分なりに紹介できるか、そういうところに目を絞っていこうと思っています。幸いなことに往復の交通とかそういった点において、ほとんど今までの YouTuber で沖縄、北海道一日同日旅行した人は取り上げていませんから、そういった点でまた他とは違う面白みを皆さんにご紹介できたら幸いです。離陸してしばらくすると、このベルト着用サインっていうのが消えるんですが、まあ、そうなったら何をやってもいいですね。まあ、何やってもいいって言ったって、ハイジャックとかそういうのはやっちゃいけないんですけど、まあ、これであとはじゃあ座席全部倒して横になるか、いろいろそういったことも考えられます。まあ、本来、ね、飛行機のこういうところで横になるっていうのが社会的に認められる行為なのかどうかあんまりよくわからないんですが、ただ国際線とかに乗るとエコノミークラスの空いている席のところで横に寝そべっていくという人は結構いるようです。国際線でできるんなら別に国内線だってできていいじゃないですか。だから、まあ、一応キャビンアテンダントの方に聞いてみようと思いますが、多分沖縄まで寝たまま行けるんじゃないですかね。に着きましたんで、ね、改めてご挨拶しますけど、私スーツって名前でね、一応芸名ですよ、本名じゃないですよ。動画出してるんですけど、あちこち旅行行くような動画が多いんですね。大体そういう系統の YouTuber なんですよ。部門別に分かれてますから、最近では。で、まあ、前からね、沖縄と北海道に1日で行くっていう動画を、まあ、やろうとは思ってたんですけど、ただ先駆者がいたからね、ヒカキン TV というチャンネルにおいてですね、まあ、日本で最も有名な YouTube の人だと思いますけれど、1日で、沖縄の海入って北海道の味噌ラーメン食べて帰ってこれるのか旅行とかいうね、伝説的なタイトルで、大体の旅行好きの人もね、見たことがあるような動画らしいんですが、だからね、私も同じことやっちゃうと、こう2番煎じになるとどうも面白くない、いろいろね、頭をひねりましたよ。私も日帰りでハワイに行ったりとかね、この間も日帰りで韓国に行って、まあ、いろいろそういうネタは考えてはいるんですが、これ2番煎じになっちゃう。だからね、考えました。沖縄の味噌ラーメンを食べて北海道の海に入って帰ってこようと思いましたら、私の格好を見ていただいても分かる通り、まあ、沖縄ではねこの格好は暑いと思いますけど、今日は3月の5日ですね。3月の5日、北海道はねわーっと寒いから、これで北海道の海に入るのが正気の沙汰ではない感じがするんで、ちょっと今からもう覚悟を決めて、ちょっと嫌なんですけど、まあ、そういうわけで朝、羽田空港7時40分発の全日空の飛行機で今ここ着いたわけですよ。で、今からじゃあ沖縄で味噌ラーメンを食べようと思いますが、まあ、別にね、思うんですけど、北海道で味噌ラーメン食べても沖縄で味噌ラーメン食べてもね、味は変わんないと思いますよ。それはそんな別に改めて偉そうに言うことでもないんだけどね、誰もが気づいていることなんですけど、でもなぜかみんな札幌に着くと味噌ラーメンが食べたくなってしまうようです。本日の私の行程ですよ。もう遅れましたけどね、7時40分に羽田を出て沖縄に10時35分に着きました。まあ今10時56分11時です。で次に沖縄1時半に出ますから、あと、2時間半ぐらいはいられるのかな。それで千歳行きの飛行機、これがね全日空のみ運航してます。沖縄発札幌行き、日本で一番長い距離を飛ぶ飛行機でね、これはなかなか有名らしいんです。ですが、それで千歳空港まで行った後、夜に千歳空港から東京まで帰る。だからね、これね、1日で帰ってこれるのか旅行みたいな多分タイトルになってると思いますけど、まあ、結論から言えばできるんですよね、こんなことは。で、私が聞くところによると、飛行機ってのはね、全日空派と日本航空派と結構分かれるんだそうで、別にどっちでもいいんじゃないかな。あんま何が違うのか私はよく分かりませんけど、まあまあ違うのは分かるけど、別にいやどっちもいいと思いますけどね。でも、まあ今回はね、全部全日空です。全日空のマイルがたくさん余っておりまして、それを消化するためにこういうことをやってるんですね。困ったことにね、この空港の中で味噌ラーメンが食べられたらいいなと思ったんですけど、沖縄そば、ソーキそば、それから八重山そばとかそういったものがあるんですが、味噌ラーメンってのはないんですね。やっぱりね、どこからどう見てもね、ラーメン屋はないんですよね。一応中国料理ってのがあるけど、ここで味噌ラーメンは作ってないだろうな。あったあったあった、味噌ラーメンあった、あるね。よかった。北海道で見る味噌ラーメンと違うような気がするな。ごまとか乗ってないし、まあその店によるんでしょうけど、北海道でもこういうのあるでしょうけどね。これね、確かに札幌で食べるようなラーメンとは違うんですけど、でもそれ別にここが沖縄だからじゃなくて、単純にこれ中華料理屋だからだと思いますね。中華屋っぽいラーメンですよ。ごま油も効いてるしね。他の店で沖縄の味噌ラーメン食べたら札幌と同じの出てくると思うんですけどね。沖縄ってのはね、平和学習とかもあるから、修学旅行の行き先が手頃みたいで、何人か修学旅行生でね、私に話しかけてきた視聴者の人もいましたけど、ちょっと学校の制服着てるのに撮影とかするの映りますかって人もよくないと思うから、何もそういうことはやっておりません。ちょっとね、まだ1時間20分ぐらいあるんですね、飛行機の手続きの締め切りまで。乗り遅れるともう札幌まで行けませんから、さすがにそれはしたくないんですけど、でも1時間20分あれば沖縄の海をちょっと見て戻ってくるぐらいのことはできます。ここからね、波の上ビーチってところがあるんですよ。現在地、ここで赤いピンが立っている、ここが波の上ビーチ、那覇空港から一番近いビーチです。市街地をこうロープ、モノレールとかだと迂回していくんですが、まあ、タクシーで行けば、まあ、かなりすぐ着くんですね。3キロぐらい、まあちょっと値段は張るかもしれませんが、沖縄の海を最も手軽に見るのであればここです。那覇空港からここまでタクシーで1040円でした。安いもんですね。沖縄のタクシー運賃って初乗り550円で、ずいぶん安く設定されてるみたいですよ。いや、水も澄んでて綺麗だ。去年に来た時よりもまた幾分かいいような気がします。去年もずいぶん温度が高いとかなんとか言ってましたけどね、今年ももう汗ばむ陽気です。海なんて入るのはね、中学生以来ですけど、 あんまり温度も低くなくて、これはちょうどいいわ。こんなやつが海に入ってて、周りの観光客が何をどう思うのかちょっと分かりませんけど、幸いなことにあんまり日本人はいないみたいですから、まあ頭のおかしいやつが何か一人でわめいてるけど、何言ってるか分かんねえやと、多分そういう風な外国人が多いのかな。海ってのはね、大体入るのにはこう冷たくて悲鳴を上げながら、夏でもそうですよ、湘南の海水浴場とか行ってもね、こう寒くてなんのうわーみたいな感じなのに、本日は3月の5日です。いや、十分こんだったらあったかいわ。いいですね。沖縄県ってのはいいとこだ。これ外国みたいですね。逆に言うと、外国なんか行かなくても沖縄県に行っとき十分なんじゃないかって気がします。さっきのタクシーの運転手さんもね、言ってましたよ。私が中学2年の時に、右車線から左車線にね、こう変わったんですよと言ってね、その時に、まあ、つまり中学2年の時に本土に復帰して、その後右車線のアメリカ式の運転から左車線に変わったとか、そんな話でね、タクシー、沖縄でねタクシーに乗ると大体占領時代の米軍統治時代の話を聞かせてもらうんですけど、毎度毎度面白いですね。ここはね、もともとビーチだったらしいんですが、大して人が来なくて、なんか人口でもっとこう砂をじゃんじゃん持ってきて、それで大規模ビーチにしたところらしいですよ。この3月でもまあこんな感じですからね、十分これだったら海水浴できますよ、この気温ならね。夏の時期なんかどうなっちゃうんだろうって感じですけど、逆に夏の時期はそんな沖縄とか行かなくてもいいかもね。どこだって暑いんだから。なんかあっちでは浴衣着て写真撮ってる人がいますね。よいしょ。こういうこう立派なサンゴ砂、貝殻をこう砕いたやつか。まあ、確かに人工で作った感はありますけど、人工の方がいいですよね。ある程度保証が効いて、別に天然のビーチだって人工のビーチだって同じ海には違いありませんし、このように綺麗です。随分と長く滞在してしまいましたけどね、それはまあしょうがないんですが、でも沖縄で海に入るってのはこんな簡単なことなんですね。夏の盛りでもね、東京関東周辺の海水浴場ってのは冷たくてダメですけど、これはありがたいところですよ。でこれから北海道の海に入りに行くわけです。でまた那覇空港に戻ってきましたね。運転手さんからね、帰り道にもいろいろ聞かせてもらいましたよ。いや、米軍時代の話。沖縄に来て一番の楽しみって何かって言ったら、タクシーの運転手さんから米軍統治時代の話を聞くと、これに尽きるんじゃないかなと思います。昔はね、クリスマスがすごい沖縄は面白かったらしいですよ。でクリスマス休暇なんていうのがあって、運転手さんお父さん世代なんかだともうクリスマスになるとこう休みになるって言うんですね不思議なもんだなと思って「クリスマス楽しかったですか?」って聞いたらこう「昔のクリスマスは楽しかったですよ」って教えてくれてねもうなんかケーキをでっかいケーキをこう注文して頼んでそれでどんちゃんサービスらしいんですね。別にキリスト教徒じゃないらしいんだけどそれがこう本土復帰してからだんだん日本文化ということでクリスマスのそのどんちゃん騒ぎのフェスティバルみたいなやつがですねこう薄れていってなんか面白みが減ってきましたねそういうふうにね運転手さんは言ってました。僕らの時代だと、その運転手さんは50代の半ばぐらいだったんですけどもうちょっと上の世代だといろいろ話面白いの聞けたかもねって言ってその運転手さんもねでもそれはそれでクリスマスを子供時代にこうどんちゃん騒ぎして楽しんだ世代っていう人から聞けるのもまた楽しい話だし沖縄で年配の運転手さんにタクシーのね運転頼むことがあったらぜひそれ皆さんもちょっと占領時代の話なんか聞いてみるといいんじゃないですか。飛行機の出発までは、あとまだですね1時間以上ありますね。そんなにあるのか。時間が余ってますんでね、次に乗る飛行機のご案内、次に13時30分発札幌千歳行きの、全日空 NH1694 便といえばいいんですかね。これが日本で一番長い距離を飛ぶんですね。この間韓国行きましたけど韓国までの飛行時間2時間半ぐらいでしたがこれ3時間かかりますからこれ大変なことですよ。北海道から逆に北海道から沖縄行く便も私乗ったことあるんですけどその時はね4時間ぐらいかかったかな。飛んでる時間だけで3時間45分ぐらいやりました。あら長かったな。大変でしたよ。で行きにはでも行きっていうか札幌からこっちへ来る便とこっちから札幌へ行く便で所要時間が全然違うんですね。なんか1時間ぐらい違う。これはなぜかっつったら偏西風が吹いてるからですね。西から東へ行く方が早いわけですがこう国内線でも偏西風の影響を受けるほどそんなスピードが変わるのかこれなかなかびっくりする飛行機でございます。搭乗の手続きの締め切りまではねまだあと45分ぐらいある。ちょっと長いからじゃあどうするか待合所がありますのでそこをタダで使わせてもらえばいいわけです。私全日空に極端に気が狂うぐらいに乗ってるんですね。でそういうふうに気が狂うレベルで航空会社を利用してる人は航空会社の上級会員みたいなものになってですねそれであなた高級待合室をタダで使わせてあげますよみたいなそういう風になるんですけれどそれはお金を払って大量に飛行機に乗ってる人は確かにその上級会員っていうのになるんですが私は気が狂うほど乗ってる割には金を払ってませんのでねクレジットカードを利用してポイントがもらえますんでそのポイントの得点でタダで飛行機に乗ってるだけだから全日空に乗る頻度は高いんだけど全然お金は使ってないんですよ。だから結局その高級待合室は使わせてもらえませんがでもねこれはありがたいことにゴールドカードあれを作っておくとそれで航空会社のラウンジっていうのを利用させて僕が空港にあるラウンジっていうのを利用させてもらえるんですね。で一応飲み物は飲み放題で、1000円ぐらい払えばシャワー使わせてくれるみたいなそういうところですが私幸いなことにゴールドカードを作ってありますんでそれでこう行きゃいいというわけでなんかこういうと私ゴールドカード持っててすごいんでしょみたいに見えるかもしれませんが逆に言うとゴールドカードを作るメリットっていうのはその他には大してないような気がしますから飛行機いっぱい利用する人じゃなければあんま持ってなくてもいいんじゃないですかね。どういうふうにゴールドカードの他にメリットがあるのか私はよく知りません。これねこういうところがあってねタダで利用できるんですよ。充電もできますよ。入場料は1296円って書いてあるんですがこれのゴールドカード持ってれば入れるわけです。でも実際出発までの時間もそんなにないから飲み物を飲んだぐらいですかね。あとはこうやってだらっとして10分ぐらいで出てきましたけどこれから乗る飛行機はちょっと小さいらしいんですね。で小さい飛行機だとさっきみたいに横になって寝るということはできません。こういうね滞在時間が極端に短いような旅行をしてるともったいないとかそういう風に感じられる方もいるかもしれないですけどでもね私なんか一つの街に2、3時間もいれば十分っていうかそんなに長いしたいという風には思わないのでねこれはずっと前からそうなんですけどこういろんなところをこう一口ずつ楽しんでいくっていうのがいいですね。だから鉄道をいつもね旅行することが多くてあんま飛行機はどっちかというと使わないんですがこの街へ行ってこの駅でちょっと降りて2、3時間その周辺を見てねあここにはこんなものがあるのかということを知ったらまた次の街へ行ってまた別のところを見に行くみたいなね1日にそれを3、4回ぐらい繰り返すっていうのが私は好きです。飛行機だとあんまりそういうことはできないんですけどでもね沖縄はこうか札幌はこうか寒いは暖かいなとかそういうね違いを感じるっていうのが旅の醍醐味の一つなんじゃないかなと思います。だから今回の旅はおおむねいいと思いますよ。しかもお金もかかってないですしねただクレジットカードのもらったポイントを使ってるだけですから。バスまであと30分。味噌ラーメンは食べたから今お腹は減っていないんですけどでも札幌まで3時間かかりますからね向こうに着くのは4時半ですから飛行機の中でお腹が減る可能性が高いのでここで何か買っておいた方が良さそうです。札幌行きはねバスで乗るらしいんですね。飛行機の乗り場にそのまま橋がかかるんじゃなくてバスで飛行機のとこまで着いてからちょっと面倒くさいパターンだからバスって言われるとテンションが下がりますよね。お待たせしました。まもなくご搭乗の飛行機へご案内いたします。どういう発想が多いのかなと思ってやっぱりほとんどは北海道札幌市民農民の観光客みたいですね。小さい飛行機です。これボーイング737っていうらしいですよ。指定された席で前に私はこの飛行機に乗って満席だったんですが、今回はそんなことはなさそうです。私の2人、そしてさらに列の向こう側のあの3列だけも全部お客さんは来ないそうです。ただ私は今回非常口座席っていうところなので、ちょっと足元が広々しているのはありがたいんですが、何かあった時には他のお客さんの避難誘導に協力をしなきゃいけないことになっています。だからね、多分観光客とかそういう人にはちょっとハードルが高いのかなという気もします。千歳発沖縄行き、沖縄発千歳行きは今言ったようにほとんど乗客は観光客のようですから、万が一飛行機から脱出することになったら、ここの私のすぐ脇にあるこの振り込みのところが開くんですよね。そして多分私が周りのお客さんが降りるのを手伝わなきゃいけないということなんですが、その代わり足元がすごい広い、まあ雨もしないと思いますが、もしも落ちた時には頑張って協力することにしましょう。タゲやスライドを破損する恐れがあります。Leave all baggage behind as it may hinder evacuation。なるべく早く行かないと、飛行機、東京まで帰る飛行機の時間に余裕がありますが、ただ、日が沈んでしまいますからね、これだ、反対側の列車が、遅れるからしばらく出発しないそうです、だから、ゆっくり行っても間に合うみたい、よかったよかった。千歳線快速エアポート号札幌行きです。度足を浸すぐらいだったら大丈夫だと思うんですよね。遊泳禁止だとは思うんですけど、遊泳はしませんから、さすがに。皆様、JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。よし、着いたぞ銭箱駅ね。これですよ、見てください。これ雪もこんなに景気よく、山盛りですね。これさぞかし気持ちの良い海水浴になるんでしょう。バリバリ音がします。気分爽快です。ここがね、北海道小樽市銭箱地区ですね。こう後ろにあるのは銭箱駅ですけど、銭箱ってのは銭の箱なわけですが、なんで金の箱なのかといえば、なんかこの辺りで二進料をしていてですね、それがあんまりにもよく取れて、もう金がじゃらじゃら儲かるもんだから、もうこれは金の箱だわと言って銭箱という風になった地名なんだそうです。位置的な解説も一応しておきますか。車に入った波の上ビーチがここですけどね、赤いピンの立ってるところね。そこから何千キロ来たんですか、ただ3000は行ってないから、2000キロぐらいかやっぱね。ここが札幌でして、その脇、これ石狩湾というわけですが、札幌と小樽の間ぐらい、一応小樽市になっております。ここですよ。しかし足元もこんな感じなわけですけど、海水に足を浸すってのは、所詮大したことないだろうと思ってましたけどね。本当にやるのかこれ。さっき札幌なんか思ったよりあったかいなって言ったけど、あれは多分風がなかったからですね。寒い寒い。今日一応沖縄ではなく北海道の気温に合わせて服を着てきましたんで、一応こう寒くはない。今寒い寒いとか言ってましたけど、大丈夫ですよ。これだったら大丈夫ですけど、海に足を突っ込むような格好なんてね、どうしようもないから。ちなみに銭箱の今の気温は1度となっておりまして、そこまでべらぼうに寒いわけではないですね。このくらいの寒さだったら、日本の3分の1ぐらいはこういう気温なんじゃないですか今。よし、来た来た。ここが銭箱海水浴場ですよ。美しい砂浜、沖縄に勝るとも劣りません。ちょっと暗いですけど、そこはご愛嬌ということでね。向こうにあります、あれなんだと思います。こうね、ギラギラ海面に光が映っております。これはスキー場のゲレンデですね。よし、そんじゃね、ちょっと見づらいと思うんで、足元にこうランプも用意しましたけど、こうしっかりとこう靴は脱ぎましたんで、こうよし、待ちかねた、いよいよ念願かなっての海水浴ですね。よし、行くぞ。ちょっとライトでしっかりやってることを証明しながら行こう。よし、行くぞ。おい、行くぞ行くぞ。おおお、来た。おおお、あ、意外と余裕だな。あ、これ平気ですよ。簡単。なんでこんな簡単なのか。いやー、これ参っちゃうな、簡単すぎて。全然冷たくないぞ。あ、気持ちいいな、海の水って。あ、気持ちいい。海の水が、海の水が気持ちいい。楽しいな。楽しい。なんてこんな楽しいんだ。楽しいな。楽しい。海の水が気持ちいいな。もう帰っていいですか。足がおかしくなる。もうおかしいよすでに。早く、誰か。もう座ったら汚いかもしれないけど、そんなこと言ってる余裕はあります。足がおかしくなる。ロシアとかで寒中水泳やってる人いるわけじゃないですか。ごめんなさい、実はね、意外と余裕なんですけど、ロシアとかで寒中水泳とかやってる人はすごいですよね。本当氷点下で毎年大晦日に確かやってるんじゃなかったかな。もう一回やるか、ロシア人に負けてらんないな。よし行こう。よし行こう。さあレッツゴー。第2弾です。いきますよ。これ見ててください。これ、おお、いい波が来た。冷たくて気持ちいい。足の感覚がもう麻痺してますから、別にいくら水浴びたってなんちゅうことはないんだけど。やっぱ無理するんじゃなかった。ちょっと状態が良くなってきたところで調子に乗ったのがいけなかった。皆さん動画見てくれてありがとうございます。札幌帰って味噌ラーメン食べようね。助けて。この砂は落としたい、せめて。なんか足から湯気が出てる気がする。そんなことないかも、こんな冷えちゃって。ああ凍傷だよこれ。じゃあ時期にこっちの濡れてる足も拭いとこう。まずは気化熱でこれ本格的にやばい。ああああ、さっきまで浜辺に人がいっぱいいたんですけど、まだいるか。あ、釣りをしてるおじさんがいるからなんとか なりますかね。実はね、このゼニバコの海水浴場はなんか人がいっぱいいるんですよね。まあ釣りをしてる人ぐらいで、別に海水浴してる人は私しかいませんけど。ちなみに鉄道 YouTuber の意地として解説しておきますけど、あそこに函館線の電車が走ってるじゃないですか。この銭箱駅と朝利駅の間はこのようにすごい景色がよく見えるんで、すごい本当におすすめの区間ですから、ぜひ札幌から小樽に行くときはね、手稲駅というところを出たらしばらく右側に注目していてください。そうするとだんだんこういう景色が見えてきて、とても楽しいところですから。いや、もうおかげで足は完全に死にましたけどね、よく考えてみたらというか、まともな感覚を取り戻してみたら、手もなんかこうかじかんでまともに動かなくなってるんですね。これはやばいですよ。まあでもまだなんとかなりますけど、これ怖いですか？あんま怖くないよね。これ空の上の方こう見るとね、カシオペアとかそれからオリオン座とかがですね、あ、冬の星座だなと思いながら楽しい海水浴をしました。やばくないですか？息の白さ、驚きの白さですよね。見えなくて危険すぎるんで、これで照らしながら行くしかないんですけど、これ行きはよいよいというやつで、この防波堤をどうやって戻ろうかな。別に入っちゃいけないところから来たわけじゃないんですけど、やっぱ雪とかが積もってますんで。おお、なんだこれ。あ、よかったよかった。ただこう石ころか、石ころとこう雪がセットになっててよくわからないんですよね。よし、足の感覚は依然取り戻されませんが、まあ、歩けないことはない。おお、さっきどうやって取ったのかな。ここ自分の足跡がないということは、さっきは別のところから来たに違いないが、これか。一応自分の通った道筋を、さっきはまだ明るかったから見えたんですが、危ないなあ。こんなところに階段があったのか。さっき知らなくてこの壁を登ってしまった。こういう雪の積もった場所において、先人の足跡ほどありがたいものはありません。それ以外のところはすっぽ抜けちゃうけど、もう前に歩いた人が踏み固めてくれてますから、その足跡の上を踏めば、まあ大体そこが抜けることは少ないのです。よし、 OKOK。 あ、このセブンイレブンでちょっとなんかあったかいもの食ってこう、もう手がはあはあ。セブンイレブンの揚げ鶏美味しいですね。うん、いや、駅に戻ってきたらちょうど電車も来てくれてね、ありがたいことですよ。こういうものも売ってましたんで、本当に電車は長くつながってるからお客さんの座るスペースもいっぱいあります。いや、うっかり過ぎてしまってね、危なかったんですけど、もう札幌に寄っていく時間はなさそうです。このまんま札幌をまた通り抜けて、もう一回元に戻って空港まで戻らないと、もう飛行機には乗れそうにありません。まあ、空港で時間に余裕があれば、もしかしたらそこであるいはラーメンを食べられるかもしれませんけれど、列車も混んでるのは仕方ないことです。完成しております。そして空港にまた戻ってきて、あと50分ぐらいで飛行機また行かなきゃいけないわけなんですけど、本当はね、札幌駅に着いたら足の時計台っていう札幌駅の前にある毎度恒例のね、ラーメン屋に行こうと思ってたんですけど、なんか閉店するらしいんですよね、3月17日に。今日行こうと思ってたラーメン屋、なんだよ、まあまあ美味しくてね、いつも毎度恒例で楽しませてもらってたんですけど、今までありがとうございました。今調べたらね、沖縄那覇の国際通りに足元系大のラーメン屋があるらしいんですけど、それ知らなかったけど、なんだそんな那覇にそんなものがあるとはびっくりしたんですけど、札幌ラーメンの店があって、北海道に行った時ぜひ食べてみてくださいねみたいなことが書いてあったらしいんですが、まあ、ともかくせっかくなんでここでラーメン食べていこうと思います。もう JR 北海道の列車も今日は時間通り走ってくれましたんで、あそこにラーメン道場っていうのが、何が道場なのかわかんないですけどね、値段だけは取りますが、味もまあちゃんとしたものをちゃんと出してくれますんで、スピードも悪くはないと思います。あ、美味しかった、美味しかったな。これなんだこれ、逃げるぞと思って見に来たんですけど、これは逃げられそうにないですね。毛ガニ君、何年に一度ぐらいか逃げるやつも出そうだけどな、この感じだと。飛行機は8時半ですから、あと28分、まあこのまま行けば大丈夫でしょう。そんでもう工程もほとんど終わりましたからね、乗って帰るだけですよ。まあ着くでしょ普通に、問題なく。だからもうこの飛行機の乗り場のところまでラーメンも食べて間に合ってしまえば、何も特に失敗することはないんですが、だからね、最後にここでもう一度感想を述べたいと思いますけど、やっぱこう今日の旅行って結局ほとんど移動じゃないですかね。飛行機に乗ってこう、一応沖縄でラーメン食べて海入って、北海道でラーメン食べて海入るってことは両方やりましたけれども、でももう今回の旅行の大半は移動でもね、その移動だって楽しかったと思いますよ。飛行機で周りの人がねこうみんな座ってるのに、自分のところだけはガラッガラのところを席指定したもんだから、横になって寝ていいですか、いいですよ、飛行機で横になってゴロゴロ快適な2時間半の旅、これだって楽しいことです。それから沖縄から乗った飛行機ではね、今度は、途中であれは立山か鳥海山をなんかこう瀬戸内の島々が見えるぞ、これで十分楽しいことです。で、これからの帰り、ラーメン食べて間に合った飛行機で今日も無事一日があっという間に終わっちゃったなと思いながら帰る、その工程もまたこれも楽しいことです。もう今驚くべきことに夜の8時10分です。こんなおかしいということ、驚くべきことはありませんよ。一日がね本当今日は矢のように過ぎ去ってしまいました。一日がすごい早く終わったっていう時はね、大抵早く終わるような日っていうのはいい一日なんですよね。今日もいい一日を過ごすことができてよかった。しかも全日空のたまったポイントをこうただ消化しただけでお金も大してかかっておりません。いや嬉しいことです。こういうわけのわからないものすごい勢いであちこちこう行ってね、ただとんぼ返りして帰ってきて、現地でやったことで言えばラーメン食べただけみたいな旅行でも、意外とこういうものの方が一生の思い出に残ったりするものです。2泊3日ゆっくり沖縄観光、3泊4日の北海道の旅、そういうのはねなんかあんまり記憶には残らない。いや私は自分の行った旅行は一応一つ一つ覚えてはいるつもりではありますけれど、でもやっぱり印象に残るのは何って言ったら、ここ最近した旅行の中ではハワイに1日で行ってきました。韓国時間がないながらも1日でいくつか見て回ってきました。今日は北海道と沖縄両方行きました。こういうものの方がね、そうなんかこうこんなことやっちゃったよみたいなので、こう自分の中にずっとなんかこう後々までね持ち越されるような気がします。何かあった時に人にこう自慢する時にもいいんじゃないですか。2泊3日北海道に行ったんだっていうよりもね、これ1日で沖縄と札幌行ってきたんだよっていう方が、私は別にそんなこと今更自慢しませんけれど、でもこれは話の種にもね絶対になるでしょうし、実際とても楽しかったです。パソコンの充電が完全に切れてたのでコンセント付きの席にしたんですが、ただ離陸するまでは電源はオンにしてくれないらしいんですね。だから離陸するまではパソコンも使えないわけですけど、それは仕方がありません。もう離陸し始めましたね。夜のこの時間になると離陸するまでにもう時間があんまりかかんないのかな。これは楽でいいや、すぐ飛んでってくれますからね。もう今駐車場から出てったと思ったらもう飛んでる。なんだこれ、こんなに早くていいの。沖縄那覇空港なんかねもう20分ぐらいずっと待ってたんですけど、3分とかかんなかったような気がするな。そんなことないかな。地図で今日1日の移動距離をちょっと測ってみたんですけど、東京から多分ねマレーシアとかインドネシアとかでそれぐらいに行けるぐらいにまで移動したようです。1日の移動距離およそ4000キロのようでした。無事に何事もなく帰ってきましたよ。羽田空港、定刻より5分早く着いたそうです。いや大慌てでね飛行機の中から飛び出してきたんですけど、よく考えたら今回国際線で、これ国内線なんだから別に早く出てくる必要なかったんですけどね、こんなに空いております。あっちにはゾロゾロいますけど、時刻は今10時15分、大体それぐらいですかね。全然退屈することもなく、いやいい一日になりましたよ。結局ねこんだけいろいろやっても他の人の2番センチって2番センチなわけですけど、でもこんだけ楽しめる2番センチなんだから、皆さんも煎じてみたらよろしいわ。おすすめしますよ。去年の夏にねヨーロッパ旅行もしましたけど、ヨーロッパの国ってやっぱこうちっちゃいんですよね。外国って基本日本よりも小さいですよ。小さな島国とかなんとか言いますけど、こんだけ大きくこうあっちこっち見どころがあり、今日はね雪も降っていて凍える寒さの場所もあれば、一方で暖かくて海水浴の陽気になるところもありました。こんな素晴らしい国に生まれることができて見どころたくさんあって、本当に運が良かったなとつくづく思います。皆さんもぜひねいろいろ面白い日本の中でもチャレンジングな旅行をされてみてください。じゃあこんな感じでご視聴ありがとうございました。